それでは続けて大問四角2番、過去1番、太郎くんの家と次郎くんの家は 2.4 キロ離れています。太郎くんは9時12分に家を出て、分速50メートルで次郎くんの家へ向かい、次郎くんは9時ちょうどに家を出て分速70メートルで太郎くんの家に向かいます。2人は何時何分に出会いますかってんで、まず線分図書いてみましょう。過去1番、2.4 キロ離れている、距離が 2.4km。 左側は太郎くんにしましょう。太郎くんは9時12分に家を出る。そして次郎くんのところに分速 50m で向かう。まず太郎くん、それから次次郎くん、次郎くんは反対側から、次郎くんは9時に出て分速70メートルで向かう。で、こういったような問題、時刻が揃ってないですよね。まず先に進む、次郎くん注目しましょう。12分間で、次郎くんが進む距離ですね。これは分速70メートル ×12 で840メートル。そうすると9時12分時点で2人の隔たりが変わってくるので、9時12分での2人の隔たり。これは 2400-840 で 1560m。ここから問題を始めていきましょう。1560m、左から太郎くんが 50m、右から次郎くんが 70m で縮める。出会うまでの時間、これは1560を50+70、120で割ってもらえれば13分と導き出せます。設問、2人が出会う時刻は何時何分ですかというので、9時12分から始めているので、それから13分後、したがって答えは9時25分となります。まあ、これ基本的な旅人山、ここですね、9時12分、時刻を揃えるというところが、まあ、基準になると思います。それでは続けて、括弧2番。ある船が川を60キロ登るのに12時間かかり、同じところを下るのに7時間30分かかりました。この川の流れの速さは時速何キロですかというものですね。括弧2番。まず登りの速さ、これ出してみましょう。60を12時間なので、60÷12 で、5km ですね、時速。それから下り、こっちは7時間半なんで、60÷7時間半、7と2分の1としましょう。そうすると60÷2分の15、そうすると60×15分の2で、ここ約分すると1と4ですか。そうすると 8km で、設問、流れの速さはっていうんで、流れの速さ、これは公式に従って、上り足す下り、失礼、流れの速さですね、失礼、流れの速さは下りの速さ引く上りの速さを2で割る。そうすると3割2で 1.5km と導き出せます。ちょっと間違えてしまったんですけども、流れの速さ、公式に従って求められないので、この辺はしっかり計算をして、取りこぼしのないように。続けて括弧3番、4時と5時の間で長針と短針が作る角度が2回目に直角になるのは4時何分ですかって言うんで、これはもともと基準は4時ですね。4時の時刻の角度、これは 30×4 で 120度ですね。で、1度目に90度になるためには、この120度を30度縮めた時なので、30度縮めるまでにかかる時間を考えればいいですね。ただし今回は2回目なので、まずこの120度縮めましょう。で、それからさらに90度進めれば2回目の直角が出てくるので、考え方は2回目、当然これは120足す90度、
で、1分間に長針と短針が縮める時間、6-0.5 なので、割る 5.5 ですね。したがって式は210÷2分の11、そうすると 210×11 分の2、そうするとこれ11分の420、これを対分数に最後直すと38と11分の2分となります。設問、4時何分ですかというので答え、4時38と11分の2分と求められます。時計算の問題はある程度パターンがあるので、一通りのパターンをきっちりこなせるようにしてください。続けて4番、ある電車が長さ 690m の鉄橋を通過するのに37秒かかり、同じ速さで長さ 1565m のトンネルを通過するのに1分12秒かかりました。この電車の長さは何メートルですかっていうんで、まず 690m と 1565m の差、この差が1分12秒と37秒の差になると思います。図にしてみましょう。一応 690m の長さの電車、これは鉄橋 690m でして、 690m の鉄橋を通過するのに、ここが37秒ですね。でもう一つ、長さ 1565m、ここを通過するのに1分12秒、まあ、72秒としておきます。で、この差が、ここの差になるので、まず差を求める式作りましょう。1565-690で、これを、時間の差で割ってみましょう。72-37、そうすると式は、875ですか。875÷35ですか。875÷35で、5。分速、秒速 25m/s ですね。設問、この電車の長さは何メートルですか。この電車は、25×37、これから、トンネルして鉄橋の長さを引けばいいので、690引きましょう。そうすると 25×37、 7535、7214、75、そうすると 925m ですね。925m から690を引きましょう。でそうすると、求めたい電車の長さ 235m となります。まあ、基本的な通過算なので、しっかり公式に当てはめて、計算ミスのないように取り組んでください。それでは大問四角3番、1番、ある数を10で割り、その小から36を引く問題を間違えて、ある数を16で割り、その小を36から引いたので答えが6になってしまいました。この問題の正しい答えはいくつですかって言うんで、まず式を書いてみましょう。間違えたもの、この式、ある数四角にしといて、これを10で割り、その小から36を引く、これは失礼、正しい、これは正しい式ですね。正しい式がまずこんな式で表されます。で、続けて間違えた方、ある数を16で割ってしまい、36から引いたというんですね。これが間違えた式、その答えが6になったというんですね。でこれを手がかりに、まずある数を求めてみましょう。逆算しましょう。これ1、2なので、2、引き算の逆算をして30、そして1、掛け算の逆算をして480、これが正しい、ある数を求める手がかりですね。ある数480なんで、正しい式に入れましょう。480を10で割って36を引けばいいので、48-36で12と求められます。
続けて括弧2番、1本のテープを4回に分けて使いました。はじめに全体の3分の1と6センチを使い、2回目に残りの4分の1と12センチを使い、3回目に残りの3分の2と4センチを使い、4回目に20センチを使うとちょうどテープはなくなりました。元のテープの長さは何センチでしたかというので、まず図を書いてみましょう。線分図、まず4回に分けて、はじめに全体の3分の1、3分の1を区切る、そして6センチを使った、そうすると右側が残り、これは1回目ですね。で2回目、残りの幅、これを使って4分の1をまず区切る、そして12センチ使ったというのに12センチを区切る、そうすると右側が残りですね。これは2回目、そうすると最後、ここが3分の2で区切る、3分の2と4センチですね、4センチを使う、でそうすると4回目に20センチを使うことになるというんですね。ここは3回目、そしてこれが4回目ですね。そうするとここ、左側が3分の1なので、ここを3分の1入れておきましょう。そうするとこれは24センチと対応しているので、24割る3分の1、そうすると72センチになります。ここ72センチ入れておきましょう。残り72センチ、左側12センチあるので、これを合わせて84センチ、これは4分の3に対応するので、84割る4分の3。そうすると、84かける3分の4。そうすると、32が6、3か24で、56で112センチですね。そうすると、ここ112センチと入れられるので、ここが118センチとなります。これが3分の2と対応しているので、3分の2で割って、59を足せば177センチと求めることができます。続けて括弧3番、ある入学試験では男子の受験者数は全受験者数の3分の2より24人少なく、女子の受験者数は全受験者数の4分の1より54人多かったそうです。男子の受験者数は何人ですかというので、括弧3番、これ線分図書いてみましょう。まず全体の受験者、これ1にしておきましょう。そのうちの3分の2、まず3分の2を区切る、これよりも24人少ないというので、もうちょっと左に書く、右に書きましょう。3分の2で、ここ24人少ないんですね。これが男子の受験者数ですね。全体男子と女子含んでんで、もうこの時点で右側が女子と分かります。女子の方、女子の方は全体の4分の1より54人多かったそうですというので、ここ区切りましょう。4分の1で54人多かったというので、ここが54人ですね。で、これ全体が1になるので、まずこういった線分図作ってみてください。そうすると計算できるところが出てくるので、54から24人って、ここが30人と入れましょう。そうするとここの割合、これは全体の1から3分の2と4分の1の合計を引いたものなので、計算してみましょう。3分の2足す4分の1、そうすると1引く12分の8足す12分の3、そうするとここが12分の1と求められます。ここの割合12分の1と入れてください。それが30人と対応しているので、全体1に当たる量は30割る12分の1で360人となります。設問、男子の受験者は何人ですかというので、男子の受験者、360人に3分の2をかけて24人を引いてみましょう。そうすると240-24で216人と導き出せます。では括弧4番、135センチの高さから落とすと90センチ跳ね上がるボールがあります。このボールをある高さから落としたところ、
3度目に 21.6 センチ跳ね上がりました。ボールを落とした高さは何センチですかって言うんですね。で、最初手がかり135センチで90センチ跳ね上がるんで、跳ね上がる割合、これは90÷135 をやれば135分の90、これ45で約分できるので3分の2の割合で跳ね上がることが分かります。で、設問、ある高さから落としたところ3度目に 21.6 センチ跳ね上がりましたというので、ある高さ四角にしましょう。で、3分の2ずつ跳ね上がるので1回目かける3分の2、そして2回目も同じく3分の2、そして3回なのでかける3分の2、これは 21.6 センチとなっています。これ逆算してみましょう。そうすると 21.6 割る3分の2なので、掛け算にして逆数の2分の3、2分の3と式はなります。これ計算しましょう。 21.6 かける8分の27、これは8で約分できるので8216、そして8756、これ掛け算してみましょう。7749、7214、そして2714、54、927ですか。そうすると答え 72.9 センチと求められます。はい、それでは括弧5番、ある小数の小数点を右に1桁ずらしたものから左に1桁ずらしたものを引くと 68.508 になります。元の小数を求めなさいって言うんで、ある数を四角にしとくと右に1桁ずらすということはどういうことでしょうか。例えば 3.1 って小数があって、これ右に1桁ずらすっていうと、右がこっちですね、31になりますね。何倍になったかっていうと10倍になってますよね。ですから最初のところ、右に1桁ずらしたものからというんで、ある数を四角にして、10倍と書きます。続けて左に1桁ずらしたもの、今度左に1桁ずらしてみましょう。 3.1 を左に1桁ずらすと 0.31 になりますね。これは10で割ったもの、もしくはかける10分の1にしたものと同じになります。ですから後半、左に1桁ずらしたものを引くとというと、これは四角かける10分の1となります。で、これが、この差が 68.508 となります。で、この式、四角の式、分配法則で整理できるので分配法則で整理しましょう。そうすると四角かける括弧10-10分の1、これが 68.508 となります。で、四角の中、これは 0.1 なので 10-0.1 は 9.9 イコール 68.508 ですね。で、これ逆算してみましょう。 68.508÷9.9、小数点1つずらして、7ぐらいですかね。7×63、ちょっと超えてしまうので6×54、6×54、19、今度は8ぐらいですかね。そうすると9×72、あ、9立ちますかね。9×81、そうすると891ですか。そうすると89で1、これは2ですか。そうするとうまく割り切れたので、ある数は 6.92 と求められます。まあ、計算力求められますけれども、それほど難しいところはないので、ここの点ですね。最初、小数点を右にずらすが10倍だということ、そして小数点を左にずらすが割る10だということ、そこをきちっと見極めてもらえば取れる問題だと思います。それでは括弧6番。ABC の3人はそれぞれいくらかお金を持っていました。まず A が自分の所持金の中から BC にそれぞれ所持金と同じ金額を渡します。これ1回目ですね。次に B が自分の所持金の中から AC にそれぞれ所持金と同じ金額を渡します。2回目の作業ですね。
最後に C が自分の所持金の中から AB にそれぞれ所持金と同じ金額を渡します。ここ3箇所あるんでここ線引いておいてください。同じ金額を渡しますってところかなチェックしておいてもらって、設問すると3人 ABC の3人はそれぞれ1200円ずつ持つことになります。初めの A の所持金は何円ですかってね、これ図にしてみましょう。6番まず ABC が出てくる。で1回目 A が B と C に同じ金額を渡す。そうするとここに所持金が変わりますね。ちょっと図もうちょっとにしましょうか。まず A がいくらか持っている、そして B もいくらか持っている、 C もいくらか持っている。で A は B と C に B の持っている金額を渡して、 C に対しても C の持っている金額を渡す。すると A はまあ減りますね。その代わり B と C は2倍に増えてますね。2倍に。で次、B が所持金の中から AC にそれぞれの所持金と同じ金額を渡します。でまた同じことやりますね。したがって A は2倍になる。同じく C も B から同じ金額をもらうので2倍になる。そして B はその分だけ減らしますね。1回目、2回目、そして最後、C が自分の所持金の中からと、ね、同じことを C もやるんですね。C は A に渡して、さらに B にも渡す。したがって A は2倍に増えて、B も2倍に増える。その代わり C は減らすんですね。こんな感じで、まず図式化されますね。そうすることによってそれぞれの所持金が1200円になる。でここは2倍になって1200円なので元の金額は2で割った600円、同じく B も600円となります。その代わり合計金額変わらないんで合計金額確認しておきましょう。3600円ですね。で今 A と B の合計金額は1200円なので C の金額は2400円と言えることができます。でこの合計金額2倍になってんで2で割って300円、これも2倍になってんので1200円、合計金額は3600円のままなので足して1500円、3600から引くと B の所持金が2100円と入れることができます。でこれは2倍されたものなので2で割ってみましょう。そうすると B は初め1050円、同じく C は600円、これは合計金額3600円変わらないので引いてみましょう。そうすると A の初めの所持金3600円から1050円と600円の合計を引く。そうすると3600-1650、そうすると答え1950円と導き出せます。まあ、ちょっと複雑な部分あるんで必ず図式化してきちっとその段取り手順を戻っていく、そういった作業をしてこの問題を落とさないようにしてください。